おはようございます、釣り子 TV です。話題のベイトリールグラビアス、これをですね JB トップ50の青木プロから1台お借りしてですね、まあ、ちょっといろんな感じで関東で使ってみてようということでですね、1台預かることができたんで、まずはどんな感じのリールかね、ちょっと机の上で見ていこうかななんていうふうに思います。これね、それで北浦でちょうどプラクティスということで1週間ほど関東行くよということで、船にも乗せてもらったりしてですね、これのいろいろな秘密を聞くことができたんですけども、詳しくはですね、そこで青木プロの方からかなり詳細にブレーキセッティングの、肝でありますとか開発についてのこだわりとかですね挙げておりますので、そちらをご覧いただきたくて、で今回は手元でこんな感じでどんな風になっているのかってちょっと見ていこうかなということで、で今出ているのがこの 7.3:1 ね、これがずっと販売されていたんですけども、もう間もなく6月の末か7月の初めぐらいには 6.6:1 と 8.1:1 このモデルがですねついに出てくる、あと、欠品していた、右巻きモデルですね、これも徐々に、在庫が揃ってくるよということで、改めてですね早速どんな感じかアップで見ていきたいと思います。はい、綺麗ですね、こういう感じのリールなんですよ。もう全てのパーツにいろいろな願いとか思いがですね込められているっていうことで、詳細にですね、聞いてきたので、まずはですね、まあこの通常の状態からなんとなんと替えスプールがついてくるっていうところですよね。まあまあまあ、いらない人にとってはまあいらない要素の分安くしてくれなんていうご意見もあるかと思いますが、ただですね、まあおかっぱりにしてもボートの釣りにしてもそんなにタックルの数を増やしたくないっていう時に、このスプール1個だけバッグに忍ばしておくだけで結構多彩な、まずこのリールのコンセプトとしてベイトフィネスからビッグベイトまで、何でもござれね、そういったコンセプトで作られているので、これはですね今浅溝スプールにフロロカーボンの G7 の糸10ポンドラインが、きっちり巻かれているんですけども、およそ70メートルほど巻けて、でこちらのですね深溝スプールは横に書いてあるんですけども、12ポンドが120メートルほど巻けるよということなんで、まあ、14ポンドとかだと100メートルほど、16ポンドだと70メートルほど巻けるのかななんていう感じでおっしゃっていたんですけども、非常にしっかりとした作りのこういった替えスプールがついてくるっていうことでございますね。早速ねこれにはまあフロロマイスターの14ポンドか、まあ、16ポンドね、入れていこうかななんていうふうに考えておりますが、でここがですね一番のポイントが、特許出願しているですねマグネットブレーキシステムがこの中に内蔵されているという、ここにスイッチがあるんですけども、ちょポチッとなと押して開けると、この専用に作った強力なネオジム磁石がこう均等に配列されていることによって、でものすごいですね使いやすい、このなんていうか磁力が発生して、まあなんか電気が発生することによって、それによってブレーキっていうのは効くんだなんていうふうに教えてもらいましたけども、なんかフレーミングの法則とかそういう感じでおっしゃってましたけども、すいません詳しくはちょっとあんまり、まだ勉強不足なんですが、とにかくですねこの新しいブレーキシステムによって快適に釣りが進められるっていうことと、この真ん中の部分ですね、このサイドの部分は樹脂製のパーツなんですけども、竿につける一番肝のこの真ん中のパーツがこういう感じの削り出しの
金属で綺麗にですねできている。これによってたわみのない感じというんですか、ここら辺も金属ですけど、このサイドのところはプラスチックですけども、この真ん中のいわゆる銀色の部分ですね、ここは非常にカッチリとした作りなので、非常にですねカチッとした使い心地。あとはこのサイドプレートのここのところを痛くならないように非常にいろいろ試しながら削り込んでいることによって、1日使っていても 170g ちょいの重さなので重くなくですね、あ、いいねこれカチッとこんな感じではまるんですけども、ここは削り込まれていたりするのと、あとはこのグリップノブも青木プロがいろいろな形を削り出して、こう打ち物の時の軽く握るようなねやつと、あとはこう巻物をやる時とかのこうがっちりとねこの握り込むような力を入れるような両方に対応しているノブデザインだよ、ね、もちろん軽量化されているよというところと、細かいところなんですけども、ここのパーツが出っ張りがないことによって、まあ冬のちょっとしたここに糸がかかるなんていうトラブルも排除、あとはですねここに糸今何ポンドを巻いているのかが一目でこう分かるですね、目印がある。今10ポンド入れていただいてるんで、この黒い点を銃のとこに合わせておいたりして、まあ、しばらく使ってるとね、あれあの番ってどれに巻いたっけななんてね、いっぱい同じようなリールが並んでると迷っちゃうような時は、これは14ポンドだな、こっちは16だななんていうのがすぐに分かるよというところですよね。あとベアリングも吊るしの状態で青木プロこだわりのめちゃくちゃ選んで選んで選び抜いたなかなかなベアリングが仕込まれているので、まあチューニングっていうとね、本当ベアリングからチューニング交換とかねしてね飛びようなんていうところですけども、この初期の状態でそのベアリングがダメになるまですごいいい働きをするから、まああんまりまあ、好みにもよるけど、あんまりできれば触んない方がいいんじゃないなんていう風に自信を持って言っていただいたので、そんなベアリングが最初から入っているというところですね。あとはまあ1日ずっとこの10ポンドでいろいろ釣りしたんですけども、致命傷になるようなやっぱバックラッシュが起こらないですね。マグネットブレーキの特性の一つかと思うんですけども、なんでしょうか、まあまあ全くバックラッシュしないっていうわけじゃないんですよ。そのちょっとブレーキを緩めたりね、いろんなルアー投げてみたんで、そのちょっとした調整のズレで最初一瞬ふわって浮くなーなんていう時はあったりしたんですけども、まあ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 、あーじゃあって感じでちょっとブレーキ強めたり、あーこれまだ大丈夫だなってブレーキを弱めたりね。でこのメカニカルブレーキは最近のこの手のリールでおなじみのこう左右にカタカタしない程度に締め込んでおくって、ここら辺守れば本当快適にですね、釣りを進めることができるということで、で今回ですね、北浦で青木プロの、釣り密着させていただいたんですけども、後半でちょっと投げる時間とかもですね、もう田中さんもこれ投げてよっていう感じでいただいてですね、投げたところ北浦名物のですね魚がかかったので、まずはそちらの動画ご覧ください。
もうちょっとビーフリーズをガチで乗せにそんなせこい方に振ってもなんか食う感じでもないですからね。こういうので夕方フィッシュも狙っていくしかないですよね。多分なかなか釣れないんで。おっしゃ、来た、来ましたよ。あーやばい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 、真っ赤で木の裏行っちゃいました。はい、これでもバスじゃないな。ウニウニしてますよ。あ、でもこの竿すごいっすね。バレない。これがこれバスだったらとんでもないっすね。八の字書いてるんですね。ナマズですかね。うわー、グラビアスのこの強さを。いや、まだそこまで引いてないですよね。なんかゆっくりでナマズさんっぽいですね。すげえ竿竿をこれをあ、すれがかりの何かです。すごいですね、この合成。ほう、一番引く状態に仕上がっちゃってますね。いや、でもこのセットすごいですね、マジ。バレない、これバレないんですかね。ナイスキャットやったー。いや、なんか得体の知れないものが。竿が一番、竿が一番。ちょっと待って。顔、こいつ、ぬるぬるで。わかんないですか、これ。パニック動画になってます。ちょっと待ってくださいね。カツミ名物来ましたよ。美味しい。美味しいの？美味しい。グラビアスの。いやー、いいですね。すごい合成感と、ドラッグと。これが、この細ラインでバレないっていうのは。8ポンドですね。8ポンドだったんですか。ほんとすごいですね、はい、いや、ありがとうございます。今 G7 トーナメントジーンっていうラインなんですが、はい、最高のテストになりましたテストじゃもう完成はしてるんですけどいやー、ナマズちゃんです。ナマズちゃん、すごい、ありがとうございます。青木プロのセット、はい、かなり細い糸で恐ろしいタックルなんですけどね。僕は釣りが下手なので、ね、勝てないんですよね。いやこれだってもう最初の杭の向こうに行かれた時点で一回終わったと思ったんですけど、その先からファイトがずっと楽しめちゃったってのが、竿はまあ青木プロの相談しないとこれはスーパーカッサンモデルですけど、リールはグラビアスの点数のレフトですね。もう発売しますもんね、はい、で、ビーフリーズで、はい、お見事でした。茨城に来るとああいう変な魚が楽しめるんでぜひ北浦来てくださいナイスフィッシュでした。はい、ありがとうございます。
よっしゃ来たぞ、来ました来ました、よし抜いちゃいます、キャット、うおキャット、いや今日はキャットの日ですからね。はい、ということでですね、青木プロにお借りしていたベイトフィネス用の柔らかい竿に、あれはもう8ポンドぐらいだったかな、青木プロのちょっと細い番手の G7 がフロロカーボンが入っている状態で、で小さい B フリーズですね、これを投げていたところ、茨城名物のですねアメリカンキャットフィッシュのまあまあでかいサイズがですねかかっちゃったんですね。で、しかもですねちょっとまあすれがかり気味だったんで、もうめちゃくちゃ引いたんですけども、ドラグ性能がいいのと、まああとはあのアキプロのスペシャルロッドのなんかあれも不思議な感じなんですけど、なんかグイグイ魚寄せてくれたんですけども、それも まああとこの糸も強かったで G7 の糸すげえなとか、まあいろんなのが相まってですね、まあ、軽いミノを結構今までより、あ飛ぶなーなんて思って気持ちいいなーなんて投げていたらガンって来てですね、で最初もう一回杭の裏とかに巻かれたりですね、縦横無尽に走られて、あこれはダメだ取れないパターンだなんて思ったんですけども、まあでっかい魚かけてバスじゃないですけどね、あのすっごいよくわかりましたね、とんでもない剛性感と、あとはドラグ性能ね。でこれドラグ出るときクリック音も出るんですけど、最大これ、まあ、9キロまで耐えられるってとんでもないドラグ力なんですけども、真骨頂はそのちょっと緩めていたときにドラグクリック音が出つつ、しっかりと魚の引きに合わせてダダダダダダダって出てってくれるんですね。で非常に不安なくファイトができて、もう本当あのBフリーズ冬用にですね、通常の状態よりかなり細軸の針に変えていて、だからサスペンドっていうよりもフローティングになっちゃってるぐらい、あの軽くて、刺さりのいい、細軸の針を乗っけてるBフリーズなんですけども、もう釣った後ちょっと直そうとしたらその針パキンって折れちゃうようなそんな針だったんですけども、あ暴力的な引きに耐えて、このドラグの性能と、まあ、あとまあ糸と青木プロの竿が相まってですね、しっかり船に上げることができたんですよね。あれはねなかなかはあってね、これはちょっとね実際にでっかいブラックバスね頑張ってね釣りしてかけたら、かけてから結構真骨頂になるんじゃないかなっていうところと、あとはねほんと低弾道で気持ちよくスーってルアーが飛んでいってくれるんで、今なんかちょうどね雨が断続的に降ったりして、こうダムがですねちょっと満水気味のところが自分の行くところ多くて、満水気味だとあの木と水面の隙間が少ないんで、今自分の使ってるやつだと怖くてあんまりちょっとスキッピングとかでそういうとこ狙ってなかったんですね。ただちょっとこれねスパンスパン入れられるんじゃないかな、で入れるとやっぱ釣れますからね、できれば入れたいんですけども、ちょっとバックラッシュビビって最近岸際まで打ち込めてなかったな、そんな時はあのバックラッシュしないスピニングでね、で強めの P ラインとか入れてスパパパーなんてやるあの虫の釣りとかをやってたんですけども、ちょっとねこのグラビアスだったらまあ厄介な微妙な塩梅でも果敢に攻める気持ちになれるんじゃないかななんていう風に感じました。その結果ね多分でかい魚もかかってくれると思うんで、そんな時はあの、まあ、ドラグ性能もいいし剛性感もピチッと来てるしということでですね、いいことづくめなんじゃないかなと思いまして、まあしばらくの間ねあの他の今までの従来のリールももちろん使えますし、まあ巻物の釣りではあの引き続き買ったばっかりのあのシマノのバンタムとかね、使っていこうと思うんですけども、内物にはですねこの最新のマグネットシステムが入ったグラビアス、これをちょっと試していってみようかな、せっかくお借りしましたんで、で青木プロとまた会った時、また秋口ぐらいに霞ヶ浦の大会で関東行くよなんて言ってたんで、そんな時にお会いした時にあの感想なんかどんどんお伝えできればななんていう風に考えてますので、あとですねこれ後付けのオプションパーツなんですけども、ここに見てください、これBHK、まあベイトフックキーパーですね、
これね300円ぐらいで売っていて、ほんと小さなステンレスのオプションパーツなんですけども、これがねちょっと自分使ったことなかったんで、使ったらもう目から鱗でめちゃくちゃ便利なんですよね。何なのかっていうと、まあ例えばそうですね、まあこう針がありまして、ありまして、まあ普段釣りの最中だとよくあるのが、例えばここですよね、ここにカチッとかける、もしくはあの上の方のガイドに、カチッとかけるね、それがここにかけるよって、ね、ここにかけて移動中とかブラブラしないよっていう、こういうもんなんですけども、何が真骨頂かっていうと、この形状によって針先を露出しないでかけることができるっていうことで、何でしょう、まあ、こういうとこにかけるときも、あのこのオフセットフックでせっかくオフセットしていたですねワームから、まあ、針先をピッて出して、それで引っ掛けるっていう動きになると思うんですけども、いいと思ったのが、まあ、例えばこれからの時期とかに大活躍する線香とかですね、でベイトのミディアムヘビーの竿とかでセッティングするとき、結構自分ブルフラットとかでもやるんですけども、こう薄皮1枚出さない雑誌ってのがあるんですよね、こう刺すじゃないですかね、でギリギリ1回も出さないんですよ。あの基本はあの1回出して、ね、しまうのがいいんですけども、本当にきついカバーとかをテンポよく打っていきたいときに、ちょっと分かりづらいですかね、このすぐ裏に一回も破らないで針先がいるんですよ。で、まあ、これだと普通この一回抜き刺して針先だけ隠すっていうセッティングなんですけども、それだとねやっぱね線香とかって結構柔らかいんで、あのちょっとした衝撃とかで針先が露出しちゃうことがあるんですね。それをやんないようにこうね、一回もこれ出してない、これによってとんでもないカバーにも、まあ、ちょっと柔らかめの針とワームで入れられるっていう、こういうのたまにやるんですけど、ただこれやる場合はですね、柔らかい竿だと針先露出できないんで、うん、MH とか H パワーのちょっと強めの竿で、魚がハムって食ったらドカチンってこう合わせるような力強いフッキングじゃないといけないんですけど、ただこれで釣りをしてですね移動するとき針先がないから、ここにかけられないし、あとロッドキーパーにもかけられないんですよね。そんな時にこの BHK なんだなということがよく分かりました。1日ね使って当たり前のことなんですけど、この形状なんで針先を1回も出さないでこうやって保持することができる、ね、もしくはですよ、もしくはまあ抜き出した状態でもいいんですよ、あの通常のいわゆる1回抜いて針先を薄く隠しとく、ね、これもでも移動のたんびにこれをねピンってこう針先出してやってるとね、こっちの方が破れてきてね、スナックレス性能がどんどん落ちてくるんですね。細かい話なんですけども、まあそうなんですよ、まあそんな時もこの針先をなんだろうね、あんまりいじらないまんまこう保持することができる、これがね本当多分便利なんですよね。であとはまあ釣りする時にこう手元にルアーがあるから、スッと釣りが展開できてスッとしまえる、ずっとね、これなんですよ、うん、これが分かっちゃいたんですけど、一個持ってたんですけども、どのリールにつけようかななんてずっとまごまごして使ってなかったんですよね。で青木プロ、田中さんに渡すグラビアスにちょっともう最初からつけとくから、ちょっとこれちゃんと使ってみてもらえないかなっていうことでやったところですね、まあ便利、これはね、あのね300円ぐらいで、で、結構いろんな釣り具屋さんでもあのちゃんと並んでますんでね、あの例えばキャスティングさんでも見かけたし、まあ、山水でも、まあうん、まあいろんな釣り具屋さんでもこれちっちゃいパーツですけど陳列してますかね。これのスピニング用のパーツはね、あのすごいチタン製でものすごいねあの軽いんだけど、まあちょっと1200円ぐらいするんですけども、こっちのねベイトにつける、あとここにネジさえあれば大体どのリールにもつくよっ
ていうことだったんで、まあ、大体どのリールにもつけようかなって今計画中なんですけども、これがね超便利なんでおすすめでございます。というわけで本日の釣り子 TV はですね、こちらベイトリール、これはもう何ですかね、第4曲のシマノ、ダイワ、テイルウォーク、アブとかいろいろありますけど、まあ第5曲とかになってくるんですかね、この最新のベイトリールグラビアス、これのご紹介でした。はい、釣り子 TV でした。